アイオス・エフストラティオス島は、エーゲ海北部に位置するギリシャ領の島。アギオス・エフストラティオス島とも転記される。島の名は、9世紀にこの島で暮らした聖、エフストラティオスにちなむ。彼は、東ローマ帝国皇帝レオーン6世による、イコノクラスムに反対して、亡命生活を送った。彼のものと言われる墓は、今でも、島民から大切にされている。アイオス・エフストラティオス島は、リムノス島の南約 30km、レスボス島の西北西約 80km、スキロス島の北北東約 75km、アロニソス島の東北東約 90km に位置する。形状はほぼ三角形で、面積は 43.325 平方キロメートル、水面積は島の 15.14% の 6.56 平方キロメートル、人口371人、人口密度9平方キロメートルとなっている。地形は全体的に山がちである。気候は地中海性気候に属しており、夏は暑く乾燥し、ほとんど雨は降らない。陸地の大部分は岩石がむき出しになっていて、ところどころに背丈の低い植物が生えているのみである。しかし、周囲の海は豊かで、地元の漁師によって、豊富な魚が取られている。多数の美しい浜辺がアイオス・アントニス、レミニツ、アベラキアなどの島嶼にあり、そのほとんどが小型船で到達できる距離にある。島には1930年代に政治犯の流刑地として利用され、収容所が建てられた。1968年2月19日には大地震が発生し、島の大部分の家屋が倒壊した。このため、平営で用いるようなプレハブ工法によるコンクリート造りの建物が建てられた。軍事政権下の1970年代には政治的反体制派を収容する目的で収容所が再利用された。著名な被収容者には作曲家のミキス・テオドラキスがいる。旧レスボス県におけるアイオス・エフストラティオス村アイオス・エフストラティオス市は北エーゲ地方リムノス県に属する基礎自治体である。中心集落、アイオス・エフストラティオスは、島の西部にあり、県都、ミリナから南西へ約 38km、州都、ミティリーニからは北西へ 143km の距離にある。カリクラティス改革に伴う自治体統廃合までは、レスボス県に属する自治体であり、村に相当するキノティタという位置づけであった。改革に伴い、領域はそのまま、ディモスとなるとともに、レスボス県から分割されたリムノス県の所属となった。市域には、本島以外にごく小さな島もあるが、いずれも無人島である。表中の、デルタは、イオタニュータウイオタカッパデルタイオタアルファミュー、ローイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。島へは、リムノス島、アイオス・コンスタンディノス、君、カバラから船が出ている。島はとても魅力的な街並みや砂浜などを損なうことなく残しており、自然環境も維持している。この島を訪れる観光客は、大部分が、新規一点や瞑想が目的である。ありがとうございます。